そうですね、まあ、今生きてることが本当にどれだけ幸せかっていうのがまた改めて思いました。震災で被害に遭われた方に、まあ、野球でなんとかその勇気づけられるように、まあ、選手全員が頑張っていきたいと思います。ここに来てみて、なんていうんですかね、自分の想像してた以上に、ひどかったんだなということを思わされました。やっぱりあの先人の方が、残してくれた言葉、まあ、ここで言えば地震があったら津波に用心という言葉が、自分自身、とても心に残り、やっぱり先人の言葉っていうのは非常に、生かさなければいけないなっていうのを改めて感じさせられました。